お、なんだいそれは。いやー、これルビーとソファイアなんですけど。まあ、でも、これもならエメラルドも欲しかったです。これね、僕、宝石って好きなんですよね。綺麗じゃないですか、キラキラしてて。なんか他にもっと綺麗な石俺知りたいっす。おー、いいね。先生ならたくさん知ったんですよね。そんなわけで今日は、綺麗な石ベスト5。お、その形式できますか。いきたいと思います。お願いします。お、これ第5位ですか。これは、アメジスト、紫水晶ですよね。お、なんかどんどん出てくるんだ。いいのか、これ。これは何すか。まあ、いわゆる水晶ですね。水晶って、実は、固有振動というのを持っていて、その電圧をかけると、なんかね、特定の周波数を出すっていうので、その半導体の部品として使われるんです。知らなかったもん。まあ昔は本当にこういう風な水晶から切り出して使ったんですけど、この水晶見ても分かるように透明な部分って実はめちゃめちゃ少ないんですよ。ああ、そうです。中身なんかピチってなってたり。そうそう。でこの透明なクラックだったりとか、その白い部分っていうのは使えないんです。あ、ダメなんですか。なので最近は合成水晶という形でこういう風なもの。これも水晶なんですか。これ全部水晶。え、あ、腎臓ですね、多分じゃあ。そうそう、腎臓です。ああ、なるほど。で、これは天然ですね。そう、ホテルの鍵じゃないの。これ差し込まないと電気つかないやつですね。ちょっとこれも失礼しますね。これ同じものとは思えねえな。ただね、持ってもらうと、ちょっとわかるんですけど、ちょっとひんやりしてるんですよね、やっぱり。あ、まあ、確かにそれはそうですね。ガラスも SiO2 で、水晶も SiO2 なんですけれど、一緒なんですか。同じ物質なんですけど、ガラスはアモルファスって言って、で、これは結晶です。SiO2 がちゃんと整列するわけです。なので整列してるということは、それだけその熱の流れも速い、良いので、なのでここを持つとひんやりしてる。これが同じガラス棒だとほぼほぼ室温になってる。まあ確かに。あ、ルビーだ。でこれもね、 UV でピカーッと光るので。これすごい不思議だな。もしかしてこれって普段どこに使われてるんですか、こんなの。そう、ルビーって何に使うんだろうって思うじゃないですか。いや、合成されていて、こんなんでも国内でも数百円で、もう実際にその買い付けたりとかする、量で買い付けたりすると本当ね、数十円のこんなんでもう数十円なんです。何のために作ってるのかです。確かに。これって何に利用されてるんですか、こいつは。そう。まあ、この通り、まず、紫外線を当てるとピンクに、っていうか赤い光を出しますよね。で、この赤い光を出すっていうことは、これは、すごく特殊で、このルビーという風なのは、あらゆる波長の光が、全部赤色の波長に変わるんですね。つまり、一定の波長に揃えるっていう風な特徴がある。なるほど、なるほど。そう。で、その特徴を活かして、このルビーレーザーって言って、レーザーの発信装置に使われたりとかして。なるほど。あとは高い高級時計とか、中に機械入ってるとあれじゃないですか。あれのその高級時計の内側のその軸をよく見ると結構ルビーなんです。あれは飾りで入ってるわけではなくて、こう何年も腕時計とか、いや何十年も浸して使うわけで、そのいや何十年という時を経ても摩耗しないように、こすれに強い硬い部品としてルビーは今まで使われている。硬いんだ、ルビーは。じゃあ次ちょっと KT にいきましょうか。お、何が来るんだろう。時価にしておよそ100億円。ほんまに言うてます。でんでん。ちょっと待って、ちょっと待って、なんでって何が。これ本当に触っていいやつですか。どうぞ。いいんすか、いいんすか。これダイヤっすよね。160から。106？ もうギネスとかじゃないのこれ。なんでこんなのがあるんですか。パチモンっすか。いやいや、見てください、この輝き。ガラスではできない。なんとなくガラスじゃないような気もするけど、これは。それとも持った感じが明らかにちょっとね。確かにね、ずっしりと重いんすよ。ガラスではない。これ、ちなみに、このランニングペーパーによると、100から大体およそ 20g ですね。およそ 20g の、ダイヤモンドがいくらだっけ、20億円。これ何だっけ。20億円で落札されたというのがあって、で、現在160カロットのものに関しては、まあ、数十億円というふうな、まあ、数十億はくだらないというふうなものがあります。本物ならね。ですよね。今若干僕これを持つ左手が震えようとしてたんですけど、これまで全力ダッシュかって今いろいろ考えました。本当に。これは、じゃあダイヤじゃないんですか？そう、これはね、キュービックジルコニアって言って、フェイクダイヤモンドとしてすごく有名な、ただ出設率が、そのダイヤモンドが 2.417、このキュービックジルコニアは 2.13 とかなんかそんなの。あ、かなり近い数字。そう。で、宝石の鑑定に使っている装置っていうのは基本的に 1.8 だか 1.9 だか以上が測定不能なんですね。こういう、30年ぐらい前かな。30年ぐらい前までは、このキュービックジルコニアとダイヤモンドを区別する明確な方法が相当なかった。まあ、モースコードで、まあ、一応測るっていう方法はあるんですけど、例えばこれがもし本物だとしたら、それをダイヤモンドにビビってやれば、確かに傷はつく。はいはいはい。けど、そんなことでもし両方に傷がついたら両方ともおげんです。そうですね、傷物ですからね。そう、傷物になってしまう。で、いわゆる非破壊で、その確認をするっていう方法が相当なくて、密度も極めて近くて、その判別方法っていうのがない時代が一時あって、でその間に本当にフェイクダイヤモンドが、そのダイヤモンドとして結構な量流通したらしいんです。でそれは今、その特殊な波長の光を当てて、そのフィルターを通して見ると、キュービックジルコニアはオレンジ色に光って見える。判別方法があって、でこれはまあオレンジ色に光るんですけど。なんだ、すっげえ期待した。なんで先生こんな持ってんのってすっごい考えた。まあ3000円だね。3000円か。豪快な。これの後があるんですか？もうこのインパクト超えれるのないっしょ。なんすかこれ。妙に軽いっすね、でも。これは隕石。隕石。メテオ。マジもんすか？マジもんです。こんな、コロコロコロみたいな感じでよかったんですか、隕石。そう。すごい。隕石の中の形質の隕石で、いわゆるテクタイド系隕石で、なんでしょう。まあ、めちゃめちゃ耐熱性のあるガラスみたいな、よくわかんない組成になってるんですけど、まあね、こういうふうな、これが実際に隕石として回収されたものらしい。自分が取りに行ったわけじゃないんでね。これガラスなんですか？まあガラスで、なんか3000度近い温度まで高さ入るっていう話ですね。ガラスにしてはだいぶ、高温まで耐えるタイプですね。ガラスだいたい1000度か1400度ぐらい溶けちゃうんで、まあ倍ぐらいの温度がいけるってやつですね。ロマンある、ロマン。まあ見た目はなんかね、こんななんか鹿の糞みたいなやつですけどね。やめてください、ちょっと。持つの嫌になっちゃうじゃないですか。まあちなみに隕石って、まあ、結構鉄で作られ鉄でできてるやつが多くて、で、実際の日本のね、この隕石の鉄を叩いて作った刀とか、ね、ああ、隕鉄剣ですね。そう、隕鉄剣があったりとかね、いろいろ、まあ、結構古代はそういうふうな、鉄自体がね、貴重だった時代はそういうふうな感じでやってたらしいんです。うわ、ロマンあるなぁ。いや、これ宇宙から来たんだよ、これだって。ね。めっちゃロマンあるわ。まあでもそう言ったらね、こんななんか紫水晶とかこんなんでも、なんか軽くなんか1億年とか、立ってますからね。いや、ちょっとやめてくださいよ。急に愛おしく思えてきた。急に愛おしくなってきたぞ、お前。お前1億歳なの？そう、1億ぐらい。大体さっきのこのでかいやつも、まあ人工で成長するのに、0.1 ミリ成長するのに、なんか何ヶ月かかるんですけど、まあ、これは地球の中で、まあ、当然これが出来上がるわけですから、これがおそらくこの結晶としてできるのに、まあ、なんか1000年とか、わりかし、この辺の鉱物って、なんか、割と1000年、億年、万年は、割と当たり前のように。で、掘られて出てくるまでさらになんか、1億年ぐらい待った。うわー、もうそんなん聞くとロマンしか感じねえ、マジですげえ。だから石やめらんねんだよ、っていう感じでね。言っちゃったよ。はい、というわけで、そんな感じで今日はね、うちのロマンをいろいろ語ってしまいました。先生、これまた探しに行きましょう。なんか珍しい石。そう、石掘りに行くとかね。めっちゃやりたいっす。今度は腰を言わさないように。僕が。僕もはい。それではチャンネル登録よろしくお願いします。1億円1億年経ってそんなアホなこと浮かばねえな。